チのピンチの連続。そんな時ウルトラマンが欲しい。自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるさ、雪の光。漏れるなよ、邪悪な願い、最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらない。ギリギリまで頑張って、ギリギリまで踏ん張って、シグの中枢を担う、つまりそう真ん中、そうつまり一番大切なところです。どういう力でこの大きな船が浮いているかというと、リパルサーリフト。あ、そうそれ。このエリアルベースはリパルサーリフトっていうすごいパワーで浮いているんだ。地球に大変なことが起こった時、ここからならすぐにどこへだって行ける。宇宙から、なんて言ったらいいんだろう。根源的破滅将来体。そう、それ。チーフも子供たちへのブリーフィングは苦手か？日本中から選ばれたシグ子供隊員たちが今、空に浮かぶ巨大基地エリアルベースにいます。マスコミでも波紋を呼んだこの子供たちの訪問ですが、シグは子供たちを温かく歓迎しています。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあ端から一人ずつ名前いいかな。はい、いいよ。塚田直之です。はい、元気だね。高野光則です。はい。藤岡田京です。はい。大沢太郎です。はい。田川司です。はい。遠山かなえです。じゃあ何か質問とかない？はい。はい、太郎くんだよね。何？僕たちウルトラマンガイアに会いたい。え？どうしても会いたいの？どうしたらガイアに会えるの？呼べば来てくれるわけじゃないんだ。ウルトラマンは僕たちを助けてくれるけど、その前に僕たちが精一杯頑張んなきゃいけないんだ。ここが飛行機に置いてあるところ。このファイターが今世界で一番速い飛行機なんだ。そろそろダブライナーに戻りましょう。はい。じゃあみんなダブライナーに戻りますよ。太郎くん、君は行かないの？みんなダブライナーに乗るとこだよ。僕、ファイター EX 僕大好きなんだ。ガム隊員の専用機でしょ？本当は堤チーフの専用機なんだけど、僕が結構改造しちゃってるんだ。ガイアと一緒に戦ってきたんだよね。うん、そう、一緒に。チームライトニング、これよりダブライナーの警護に当たります。了解。千葉さんも今度は随分と無理を通されましたね。いや、必要だと思ったんだよ。空が怖いと思っている子供たち、未来が来ないと感じてしまっている子供たちに
いやいや、そうじゃないんだ。未来に希望を持っていこうと、子供たち自身の目で見てもらいたかったんだよ。このエリアルベースや、そしてここで働いている人たちの姿をね。チーフ、ご苦労だった。アッコ、ヘン、どうしたの？ジョジ、おかしいな。そんなはずないよね。どうした？ダブライナーの搭乗人数が合わないんです。合わない？誰か残ってるってこと？警備班に通達します。そんなにスクープが取りたいか？あ、いや、俺には納得できない。あんなに戦闘能力のあるファイターが、それにこのとてつもない空中基地を一般の人々に隠して開発していたことがね。仕方がなかった。そうだろうね。破滅を招く者が来るなどと言えば世界はパニックに陥る。でももし来なかったら、戦争の道具になっていたのかな。憶測には答えられない。立場としてはそうでしょうね。堤中佐、航空防衛隊随一の戦術家か。俺には想像がつかねえ。飛行機をまるでゲームの駒のように動かして命に関わる命令を下すという仕事がね。侵入者を発見。これよりピースキャリーで地上に送還します。こいつは地上まで預かっておく。どうぞご自由に。さあ行くぞ。ピースキュアリークリアトフォーチェックオフ。ちょっと待ってください。どうしたんですか？何か変なんです。ダブライナーの航跡を追って、何か見えないものが追っています。ワームホールか？似ていますが違います。なんだこれは。堤、すぐに立て。了解。ジオベースから緊急通信。一人エリアルベースに残っているそうです。取材の者なら今地上へ送還中だな。なお、子供の一人太郎くんがダブライナーに乗ってなかったんです。何？ねえ、どうして太郎くんだけ一緒に戻らなかったの？太郎くんはみんなの代表なんです。代表って何をするの？ガイアに会うんです。え、リコさん見てあれ。空間編成のチューブ。なんて速さなの？大気の摩擦を逃れて突っ込んでくる一種の軌道エレベーターなんだ。落下予測地域は？ジオベースです。イーモスがあそこで復活した。破滅将来隊はジオベースをターゲットにしたということか。高山リーダー、ピースキャリーの軌道を変えてください。直撃されます。了解。ちょ、何が起きたんだよ。ライフジャケットはシートの下だ。万が一の時頼りになるのは自分だけだということを忘れるな。俺はあんたの部下じゃない。来ます。波動の影響は逃れられません。
フォーメーション。ライトニング2了解。無事に降りれそうだな。俺高所恐怖症気味でね。そんな男がよくエリアルベースまで来れたもんだ。 B ハッチがオープンします。何？ EX が無人で発進？いえ、誰か乗ってます。誰だ？ EX を落とせよ。僕。子供がファイターに？なんてことだ。 EX のコックピットに子供がいました。いたか。 EX、応答せよ。パル、パル、パル、パル？パルが波動でやられたんだ。 EX との連絡はつきません。私の責任だ。私の。いえ、我々シグの責任です。子供たちは必ず地上へ戻します。今君が乗っているのはシグファイター EX。 そうだ、現代の最新鋭の飛行機だ。君は絶対に助かる。いいな。ジオベースを絶対に守れ。了解、了解。リフトにトラブル。 EX に近づけません。俺が行く。シグ、どうするつもりなんだ。あんたは指揮官だろう。ならあんたが行ってくれるのか。ガッチャ。そう握るのは何年ぶりだ。太郎、すぐ行くぞ。太郎、太郎聞こえるか。君はガイアが好きなんだろ。ガイアも頑張ってるんだ。勇気を持って。君にも勇気があるはずだ。その EX は君が自分で操縦しろ。え？そうだ、君が操縦するんだ。僕が操縦？いいか、よく聞け。まずシートにしっかり座り、ベルトを締める。無茶だ。
大体何なんだよあの言い方。子供を自分の部下だと思ってんのか。チーフがなぜフローターで出て行ったと思いますか。それは万が一の時の。無論それが第一です。しかしあの人は子供に自分の顔を見せに行ったんです。私はここで見ている。さあ君の勇気を見せるんだ。僕の勇気。戦いの現場では無線が頼りです。でもその前に我々を指揮する堤中、必ず私たちと顔を合わせるんです。命がけの仕事をする私たちにとって指揮官を信頼することは何よりも大事なことです。部下はゲームの駒じゃないか。よく聞け。しっかり操縦桿を握る。力を入れすぎてはいけない。次に右のパネルの下にあるレバーを前に押すんだ。重いぞ。力いっぱいやれ。よし、それでいい。あとは落ち着いて操縦桿を握るんだ。すまんな、こういうの慣れてないんだおじさん。あんたの顔子供には怖すぎるぜ。そうだ、いいぞ太郎。僕が EX を操縦してる。ありがとう。ってどこだ。あ、ガイアだ。ガイア。太郎君は無事にジオベースに保護されました。よかった、子供の命が助かって本当に何よりだ。よかった。はい、今回のことはシグの隊員にあるまじき勝手な行動が原因だ。
ごめんなさい。しかし、シグのユニフォームを着る者にとってふさわしい勇気ある行動だった。ありがとう、おじさん。でも、どうしてそんなにガイアに会いたかったの？見せたかったの。でも、僕…これのこと？それは…はい、太郎。あったんだ、これ。これ。選ばれたみんなや、選ばれなかったみんなの気持ちを伝えたかったんです。え？アグルもまたガイアと一緒に破滅将来隊と戦うんでしょ。アグル、本当はガイアとアグル仲良しなんだよね。もちろんさ、だって二人ともウルトラマンなんだから。うん。このテープ記念に取っといてくれ。かっこよく写ってるぜ、おじいさん。破滅将来体が送り込んだマシーン、その恐るべき目的は、ガム大ピンチ。次回ウルトラマンガイア、アグル復活。目覚めよ、フジミヤ。